カダシャン米はアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の22番艦。艦名はアラスカのカダシャン湾にちなむ。カダシャン米は1942年8月20日にアッコブ -76 に艦種変更され、1943年7月15日に再び区部 -76 へと艦種変更された。 1943年12月11日に、合衆国会議委員会の契約ゲワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で、オードリー・アッカーマンによって浸水する。1944年1月18日に、RN ハンター艦長の指揮下収益する。成長後、カダシャンベイは1944年3月6日に、サンディエゴを出港し、エスピリット・サント島へ向かった。 同等へ2度の航海を行い、合計154機の航空機を送り届け、5月13日にサンディエゴに帰還した。修理及び訓練後、7月10日に出航し、新珠湾の空母部隊に合流する。1ヶ月後、ツラギ島へ向けて、出航、9月に行われるパラオへの攻撃の最終準備に入った。カダシャンベは9月6日に、ツラギ島を出航、6日後に搭載航空団が、 ペリリュー島の日本軍陣地に対する侵攻前の空襲を行った。地上部隊は9月15日に上陸し、フィリピン侵攻を支援するための航空基地として、道島を占領した。マヌス島で準備が完了し、カダシャン米はフェリックス・スタンプ少将を率いる第77.4に任務軍に加わり、10月14日にレーテワンに向けて出航した。10月21日に、 レーテワン沖に到着すると、直ちに沿岸の部隊に対する支援攻撃を開始した。4日後、搭載偵察機の1機、ハンスエルジェン戦将1機が、サマール島沖で、栗田武雄中将を率いる日本艦隊を発見した。サマール沖海戦でカダシャンベイは、戦闘機3機と来撃機3機を発艦させ、栗田艦隊への攻撃を行った。任務が完了すると、カダシャンベは、 マヌス島へ向けて出航し、11月3日に到着した。フィリピンでの戦闘は継続し、カダシャンベイの航空部隊は12月中旬に11機の敵機と遭遇した。ルソン島上陸のための準備を行い、1945年1月3日に主力部隊に合流した。5日後の1月8日に、ルソン島沖に到着、早朝の航空攻撃に参加した。その日の午前、 特攻機が主力部隊に攻撃を仕掛けてきた。この日の主力は日本陸軍の神風でオーストラリア重巡洋艦オーストラリアとカダシャンベイに一機ずつ突入した。敵機は環境下の艦中央部に激突し、1時間半に及ぶダメージコントロールの努力が続けられた。カダシャンベイは1月12日にレテ島に到着し、応急修理が行われた後、2月13日に 本修理のためサンフランシスコに向かった。カダシャンベイは4月8日に、新珠湾に向けて出航。14日に到着し、その後太平洋の島々の間を航空機及び、便乗車を乗せて巡航した。7月には、日本本土への攻撃を行う、第三艦隊のための補給任務を命じられ、新珠湾への航海の途中に、日本の敗戦の方を知る。それは、 カダシャンベイにとって新たな任務の始まりであった。カダシャンベイは9月にマジックカーペット作戦に参加し、機関兵を乗せて9月26日にサンフランシスコに到着した。続く3ヶ月にわたって、戦いに疲れた兵士たちを帰国させるため、新獣湾、グアム島、沖縄、中国からの航海を繰り返した。12月22日にサンペドロに到着。 これがカダシャンベイにとって最後の太平洋からの航海であった。1946年1月10日にサンディエゴを出港し、ボストンに向かう。1月29日にボストンに到着し、6月14日に退役、同地で大西洋予備役艦隊入りした。その後、1956年6月12日に K-76 に艦首変更され、 1959年8月13日にスクラップとして廃棄された。カダシャンベイは第二次世界大戦の先行での2つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。